はい、皆さんはこんばんにちはでございます。そしていらっしゃいませ、浅田組木の夜 DGS の感想でございます。まあ全部回ったわけじゃねえんだけどよ、 YouTube な。あと俺1日しか行ってないからね。そうですよ。はい。まあ、感想。私がやったゲームをね、ちょっと紹介いたしやす。つってもね、1個しかできなかったわ。正直、他のゲーム、100分以上待ちとか、入場規制で入りませんみたいな。結構多かったのよ。有名どころはみんなそうよね。なので、インディーズとかの方はね、やりたい放題でしたけど。そうだね。はい。そんな感じです。まあ、空いてるとこは空いてるんだけど、例えばなんだ？まあ、全部混んでたね。全部混んでたわ。2号2とか。2号2あんまなかったかな。ライトのアトリエがね、100分待ちだった。それはね、ツイッターにも書いたんだけどさ、100分待ちでございましたよ。100分待ってよ、俺。おかげで、もう昼飯過ぎてるね。2時ぐらいだったよ。それまでいろいろなんかうろじろしてたのよ。つっても会場が広すぎてさ、最初の入り口がまず物販ブースのところだったのよね。入り口がよ。あれこれ、物販じゃん、だって。物販じゃん、じゃあ。ライザーのアトリエのとこ行けねえ。こういうデコバさんのとこ行けねえ。とな、と思って。どうやって行ったらいいんだろうな、と思ってさ、ルートを調べたわけよ。したらなんか一回階段登って、一回外出て、ぐるっと回ってから、別館に行くよ、みたいな。まずそこで長いじゃん。まずそこ長いし、人混みかき分けてそこ行ったはいいけど、また人混みだもんね。必然的に、ノロノロ行くよね。それで大体、てか大体入ったのが10時、まあ、10時に開演だったんだけどね。入れたのが11時ぐらい。11時ぐらいだわ。正直。そこで1時間ぐらい待たされるもんね。荷物検査によ。まあいいんだけどさ。爆弾とか持ち込まれても困るけどナイフとかね。ハサミとか持ってませんか？カッターとか。どうですかって。いや、入ってないですね。折りたたみ傘ぐらいしか入ってないです。その折りたたみ、仕込み、なんでもないです。みたいな感じだって、まあ折りたたみ傘だけだったからね。あと財布とか、まあ貴重品だわよ。そんぐらいしかないです。あとは、ちり紙っす。ちり紙っすね。ちり紙ハンカチぐらいっすね。まあそこで、だいぶよ。やったんで、結局、だからもう、その100分とか、120分とか、もう、1個の映画見終わっちゃうぐらいの、待機時間だよね。辛いね。まあ、だから、有名どころ1個できた人、くらいだろ。他並んだのに入場規制入ってるもんね。あれは、どうしたらいいんだろう。着くまで待つとか、わかんないけど。着くまで待って入れるのかっていうのがちょっと微妙なんだけど。まあ、いつになるかわかんないもんね、それね。まあ、そんぐらいだよなぁ。物販はね、物販も並んでた長蛇の列で、ライザーをプレイし終えて、よし、物販行くか、つって。もう帰っか、物販行って。もう何もねえって。こういうデコブース、もう
ダメですって言われちゃって、ああ、終わった。ああ、終わった。まあね、明日行けばいいんだけど、明日は、行けねえんだよ。そんなとこだよ。はい。で、まあ結局何も買わずに帰ってきたんだわ。せっかくだから、e スポーツが見て帰ろ。止まったんだよな。なんだったっけな。コールオブデューティーだったかな。あと、PUBG とか、ぷよぷよとかやってたよね。なんかロールっぽいのもやってたな。なんなんだろう。ロールなのか。ああいうのはね、ちょっと俺は、眠くなんで、みんな。ああいうロールとかのやつね。シャドバとかやってたのかな。ストリートファイターはしたんだったような気がするけど、あれどうだったっけ、わかんねえわ。まあ、日にちによってや、e スポーツも違うからね、やってんの。うん、これと言ってみてーってのもなかったな。目玉だったやつってなんかありましたから。まあ、俺的にはライザと、2号だったけど。2号だったけど、2号2ね。2号2。まあ、今回主人公はウィリアムじゃないので、汎用の人なの。半分妖怪。なので、なんかその10号機みたいに、妖怪になるんだけど、10号機知ってる人いんのかね。うわーっていう妖怪になった時がめちゃんこ強いのかな。とは言っても死にゲーには変わりないからね。変身しても秒でやられるかもわからないからな、あれもな。あ、そんなとこです。あと、グラブルのバーサス。ありましたよ。グラブルバーサス。キャトリーナさんをね、やりましたけど、キャトリーナさんいいね。キャトリーナさんいいよ、キャトリーナさん。ローインとか、ローイン出てたわけな。まあ、なんか、一人一回プレイだからもう大丈夫です。みたいなこと言われたんで、キャトリーナさんしかやってないんで。まあ、混んでっからね、しょうがねえよ、それは。まあ、そんなとこですよ。あとは、バイオハザード。新しいバイオハザードやってはないんだね。横目でチラ見したんだよ。グラブルやってる。隣がバイオだったから。なんかね、先行プレイブースみたいなのがあって、まあ、そっちは全然並ばなくてできたんだよ。だからバイオハザードもできてるらしいんだけどね。まあ見たんだけどな、どういうゲームなんのと思ったんだけど、なんかね、タイラント動かしてた。なあ。ってことは、デッドバイデイライトだな、これ。と思ったんだよ。もう、タイラント動かしているし、人間側の人もいるからね。あ、デッドバイデイライトだ、これ。PVP か。まあ、PVE もあるのかもしんないけど、ストーリーモードもあるかもしんないし、まあ、まだ、ちょっと謎の部分があるよね。でもやることは、ジェイソンとか、PVE、デッドバイデイライトとかね、アイデンティティ、とかなぁ。そんな感じだったよ。うん。まあ多分違うのかもしれない。チラ見したからな、内容があんまり入ってこなかったけど、まあ違うかもしれないです。え、でもダイラーで動かせるのはいいな。ロケロン狂ったら終わりっぽいけど。どっちだ、人間側がロケラン見つけて撃たれたら終わりみたいな。ロケランに弱いタイラントさん。です。タイラントってあれですよ、バイオハザード RE2 の、
あの帽子かぶったタイランドのおっちゃんね。モズクズみたいなやつね。動かせるじゃん。あとリッカーとか動かせるのかね。ゾンビ、ゾンビは動かしたわけないね。二人じゃ、動き乗るそうだし。あとそうだな。そうだ。あとはね、なんだっけ。意外と覚えてねえな。コードベインも見た。ペルソナーも見た。シェンムー3も見たよ。シェンムー3見たけど。プレイは並んでたから。やらなかったけど。ほぼやれてねえわ。ほぼやれてないね。回り方が悪かったね。もう、二日目だ、行けたら、行けるだろう。あのね、場所がちょっとね、よくわかんない。どっちかって言うからもうよくわかんないんだよ。人混みだしさ。上見ればいいんだけど、人混みで見えねえんだよな。でも、背の高い外国人の方とかも結構いたからね。まあそんな感じ。まあスリとかもいるみたいなので。気をつけましょうね。ああ、ゲームに集中しててね。あ、財布ね。つって。ああ、釣られた。きっと、ヘンリーの商談。ヘンリーね。つって。ああ、あと UBI のね、物販ブースも見てきましたし。そうだ、物販全体的に見えるとね、T シャツ多め。T シャツ多めだったよ。な気がするね。T シャツ多めって感じでした。マシマシって感じです。もうほぼ T シャツ。どんだけ T シャツ作ってんねんってぐらいの T シャツ率でしたよ。あとアクリルフィギュアはあるとこもあるけど。帽子とかね、ぬいぐるみとかね。あ、サンズのぬいぐるみありましたね。買おうかなと思ったんだけどな。結局迷ってるうちに帰るっていう。テリーの帽子も良かったのよ。テリーボガードの帽子。オーケーっつって投げちゃう。オーケーっつって投げる、あの遊びできるわ。それだけ、それだけで買うとかもう寂しい野郎じゃん。テリーのぬいぐるみはね、速攻で売り切るっすよ。嘘やん。イオリと今日のぬいぐるみはあったけどね。うわ、どうしたのお前ら。人気ないね。まあ、テリーは俺スマブラ出るよ、みたいな感じでちょっと人気出ちゃったんじゃねえかな。と思った。あとまあ、サムスピのサントラがね、売ってたけど、ここでサントラが言いました。追加されるキャラの音楽入ってんのがちょっと謎だったんだよ。リムルルの曲があるかな、そこも謎だったよ。あとサムスピッツったらやっぱり、これから配信、無料配信される。あ、シズマルさんね。シズマルさんが先行プレイできたんだけど、俺はやってねえな。申し訳ねえ。まあ、10月はバサラさんだし。かけてたんだしね、その次は。あとは、ほら、どうなんだろうね。シーズンパス2だとミーナ。だな。沖縄の人で。沖縄。マジキナさん。マジキナミーナさん。なんかよくわからない。あ、ここら辺だった。あ、まあ。どうなの？シズマル。うわぁ、新しいステージあるんですかね。どうなんですかね。ちょっとよくわかんなかった。あと、ボーダーランズ3とか、結構ありましたね。
まあなんだかんだ見てないね。なんかドゴーンバゴーンって音がしたから何やってんだろうなと思って、コールオブデューティーだったよ。あのサウンドがすごい、サウンドがドゴンバゴーンで、何の音だろうね、雷で落ちてんのかと思った。はい、そんな感じでしたよ。まあ結果楽しかった。それだけ、あとね疲れるね。まあまず電車疲れる、座れねえし、行きも疲れるし、帰りもぶんこみだし、もう電車に関してはどうしようもなんねえわ。そんな感じだったよ。まあ来年とかね行ったらいいんじゃないかな。来年とか長いし、何が合ってんのかな。13球も見てたけど、13球やな、あー楽しみ。ペルソナも楽しみだし、ペルソナはねだんだんどうなんだ、なんか変わって、何が変わってんのかちょっと見たいよねぐらいよね。はい、そんな感じでしたね。あとほらバルハラやってましたけど、私はその続編のニルバーナもあったんだよね。ニルバーナどこだろうと思って探したんだけどさ、どうやねんって、結局見つけられなくなって、人混みだし動きたくない、動きたくない病が出てきちゃってさ、結局探してなかったよ、残念。エアナックル4はあったかな、やってみたかったけど、あればね、多分なかったと思うけど、まあいろいろ見逃したやつがあるな。まあ流し目で見たって感じよね、遠目で、遠目で見たよって感じだよ。もう疲れてる、もう帰ってきて、まあ俺撮ってからもう疲れてるんだ。頭が回ってないな、そんなところでした。はい、まあ来年も行ってくるかもしれないし、行かねえかもしんねえ。あとまあこれからは冬込みもあるしな。冬込みあるしな、そんぐらいだよね、大きなイベントっつったら。なんかあるかな、ゲーム会社さんで。まあでもほらコミケってほぼアニメとか漫画とかな感じがする。まあゲームはちょいあるけど、ちょいだもんね。ほんとちょいだもんね。有名どころぐらいじゃないもんね。はい、そんな感じでした。皆さんも来年とか、まあね、日曜日行かれた方、土曜日森みたいに行った方、もういるかもしれないし、楽しめたでしょうか。というわけで、感想という感じではなかったね。はい、まあ、結局物販何も買ってないから帰り秋葉寄ったんですよ。帰り秋葉やってるのがガブハつって、そんだけでした。まあ、結局そっちでも何も買わなかった。そんな感じだって。まあそれではね、まあこんな感じです。それではまあ今回ちょっと短めに話したつもりだけど結構長くなっちゃった。それではね、またなんかあったら、こんな感じでお知らせしたいと思います。それでは、またのご来店お待ちしております。バイバーイ、バイバイ、バイ、バイ、バイ。